こんにちは、管理栄養士の永吉美玲子です。今日はですね、こんなユニフォームを着てお送りしておりますが、私の大好きな柏レイソル出身の、今東京オリンピックサッカー日本代表で頑張っている酒井宏樹選手と、それからロンドンオリンピックの時に代表だったかな、大津祐希選手がですね、とあるプロジェクトを立ち上げられまして、そこでですね、アスリートボックスというこういう、はい、お野菜ボックスを発売されたんですね。なのでそれをちょっと買ってみたので、今日はこれを開封していきたいと思います。ということで今日の動画もスタートします。アスリートボックスということで、このコロナ禍でですね、農家さんが農産物を出荷する先がなくて困ってるということで、アスリートの方におすすめな栄養バランスの取れた野菜が詰め合わさっているというボックスになっております。そして週1回と2週に1回と月に1回っていうコースを選べて、毎回そのおすすめ農家さんおすすめの野菜が詰め合わさって送られてくるという仕組みになっております。ということで、本当にね、さっき大和さんが持ってきてくれたばっかりなんですけれども、こちら開けていきたいと思います。中身が本当に何が入ってるか、その時じゃないとわからないということで、ちょっと開けていきます。ちなみにこれはクール便で届きますのでね、お野菜安心ですね。じゃあ開けていきます。じゃん、ということで、なんかこんな中焼きと、それから今日のお野菜一覧が書いてありますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11種類も入ってる。結構たくさん入ってます。じゃあちょっと開けていきたいと思います。はい、わーすごいいっぱい入ってますね。中身こんな感じです。こんな感じでですね、本当に段ボールぎっしりいろんなお野菜が詰まっているという感じです。ちょっと片手で持てないぐらいの重さがあります。はい、では何が入っているかちょっと見ていきたいと思います。まず最初、ピーマン3つ。こんな感じでですね、結構大きめの、本当に肉厚の美味しそうなピーマンが入っております。ピーマン3つ。そして次、トマト1個入ってました。これも結構大きいですね。で、色もすごい赤くて美味しそう。このままかぶりつきたい感じの美味しそうなトマトです。次、オクラ。これはですね、夏野菜がやっぱり多く入ってるのかな。旬のが入ってくれてるのはすごい嬉しいんですけど、このオクラもなんかこれ1本が結構大きい、大きいですね。大きいので、これも立派な本当に野菜が入ってるなっていう感じですね。こちらも夏野菜、ゴーヤですね。はい、ゴーヤも1本入ってました。はい、こちらはししとうですね。ししとうも1本入ってて、1本じゃない、ししとうも1パック入ってるんですけど、結構大きめのパックでたくさん入ってるので、これも使い応えがあるかなと思います。そして次が、お、はい、これはレンコン、新レンコンって書いてありますね。それで新レンコンって多分新しくシーズンものなんじゃないかなと思うんですけど、2本たくさん入っているので、これもなんか作り置き、煮物とかきんぴらとかにしてちょっと食べようかなと思います。そして、お、こちらもすごい立派な大きいのが入っていました。はい、じゃがいもですね。結構大きめのこれもサイズが入っています。
こういうね、旬の野菜もいいんですけれども、これ定番のものも入ってるといろんなお料理使えるし、まあ、じゃがいもなので保存も効くのですごい嬉しいなと思います。はい、こちらも夏野菜、ズッキーニ。もうね、今年はなんかすごいズッキーニが豊作みたいで、どこで買っても立派なものがあるんですけれども、こちらすごい立派なズッキーニが入っておりました。次、はい、玉ねぎ、普通のサイズのが2個入っています。これもね、さっきのじゃがいもと一緒で結構定番に何でも使えるので、こういうね、使いやすいお野菜がボックスの中に入ってくれてるっていうのはすごい嬉しいなと思います。そして最後、ナス。ナスとあるんですけど、このサイズ結構大きいですね。長ナスと言ってもいいんじゃないかぐらいのナスが3本入っています。そしてナスが最後だと思ってたらもう1個ありましたもう1個ありました。はい、もう1個最後はこちら、はい、きゅうりです。使い勝手がいいので、まあ、塩もみして漬物にしたりとかピクルスにしたりして食べようかなと思っております。以上、今回11品がこのボックスの中に入っておりました。あとね、はい、ということでアスリートボックスの開封が終わりました。中身こんな感じです。私この野菜ボックス詰め合わせっていうと、なんか結構使いづらい、どうやって料理するんだろうみたいな野菜がたくさん入ってくるのかなっていう勝手な独断と偏見のイメージがあったんですけれども、もう本当に今回もピーマンとかキュウリとかトマトとかジャガイモとか玉ねぎとか、使いやすい、初心者の方でも使いやすいお野菜が本当にたくさん入ってて嬉しいなと思いました。毎回こちらの内容は変わってくるようなので、ちょっと季節ごとにね、ご紹介もしていければいいななんていう風に思っております。あとはここの夏野菜が中心だったので、この夏野菜を使ったレシピっていうのはこれからどんどん YouTube の方に上げていきますので、ぜひそちらもご覧いただけたら嬉しいです。ということで、本日の動画、アスリートボックスを開けてみたでした。この動画がいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。